まあ、音を作ると言った方が正解かなと思います。というの音はまあハンマー弦を打つハンマーを、えー、針を刺したりあの成形したりとハンマーに弾力感を与えて、まあ、音色を作るとで、まあ、非常にそのデリケートなあの部分ですのでまあ音を聞きながら音を作ります。ピアノというのは一体一体、まあ、あの性格が 材料とかいろんな面であの性格が違いますから、まあ、あのピアノと私が向き合って音を聞いたときにピアノと挨拶して「こんにちは」というような形でピアノに挨拶をして音を聞かせて聞いたときにどういう音になってくれるかと非常に初めはあの心配ですけれどもその音を聞いてあこのピアノはこういう方向に出てくれそうかなと期待を持って、えー、自分が 針を刺したり成形したりして、あの音を徐々にあの作り上げていくというところです。楽器というものが非常にこの自分にとって宝物という感じで、あの、やってみますものですから、この su セブンもですね、あの、弾いていただくお客様が、まあ宝物となるように、私も今いつも頑張っております。